イスラム諸国の宦官宦官とは、虚勢を施された管理である。古代から各文化圏に存在した。古代中国に始まり、朝鮮やベトナム等、主に中国の勢力圏の東アジアに広まった。ただし、日本は宦官文化に関しては、東アジアの中では独特であるので、下記のように、別校を立てる。本来の業務は、男子近世の高級における雑務である。 しかし、高級とは、資金上の居住区である内情の全域であったので、資金上内に居住が許される。男性は、皇帝、巫女以外すべて宦官,官であり、その業務は、下記のほか、宮廷内の一切であった。異民族の捕虜、異国からの供物志願者休憩を受けた者、注意個感を晒している宦官,官の写真あり、写真を表示する場合は、右端の表示をクリック。 完全虚勢された股間を晒している中国の宦官。19世紀末にフランス人医師ジェイ、ジマタニョーンにより撮影され、1898年に発表された。学ぶは、ウカンムリと、チントに従う、怪異文字で、その原義は、神に仕える奴隷であったが、時代が下るにつれて、王の急病に仕えるものを宦官と呼ぶようになった。当初、 漢官,官は虚勢されたものとは限らなかったが、五官以降、漢官,官が安人専用の官職になったため、両者が区別されずに使われるようになった。別名を、公文、太都官、町内、私しろ、無名次郎、美穂、美穂、貨者、感者、学部社、安人、詩人、寺人、舎人、清人、上人などと言い,い、その他にも花肌多い。刑罰としてされたり、 異民族の捕虜や健常奴隷が拒勢された後、皇帝や皇宮に使えるようになったのが、宦願の始まりである。しかし、皇帝やその長妃等の側近として徴用され、献勢を誇る者も,も出てくるようになると、自主的に拒勢して、宦願を志願する事例も出てくるようになった。このように自ら宦願となる行為を、自偶あるいは上身と呼ぶ。しかし、 現在のような医療技術があるわけもなく、虚勢した後の傷口から細菌が入って3割が死ぬ、ことから、肝がんになるのは命がけであったとも言われている。なお、切り取られた生器は、宝と称され大切に保管され、本人の死亡後一緒に棺に収められた。死後、生器と一緒に埋葬されなければ、ラバに生まれ変わると言われた。また昇進に際しては肝がんであることを、 証明するための剣だからと称される作業があったため、宝をなくした場合、他の肝官,官のものを盗むに至った事例もあったようである。また、時偶の際には手術台の代わりに正規を室に入れるものもいた。時期や方法にもよるが、虚勢されても性欲は残る。そのため肝官,官と助肝との不義がたびたび起こり、大量の腸型が押収されるということがたびたびあった。 宦官の性行為では多量の汗をかき、相手や物に噛みつくなどして、性欲を発散させたという記録が残っている。長型を自分自身に使用していた可能性もある。中国諸王朝において官僚は特権階級であったが、貴族ではない庶民階級の者が文武問わず正規の官僚として行為へ上る道は、隋以降に導入された極端に競争の激しい佳境を。 のぞくと事実上存在しないに等しく、自偶者は後を絶たなかったという。自偶観官の例として土木の変を引き起こした王ぶり、皇帝をしのぐほどの牽制を誇った義中剣等が知られている。五代十国の一つ南韓国は、特に観官を徴用したことで知られ、家去の成績優秀者は、まず正規切断してから投用したほどであった。最後の皇帝。 劉朝の時代には、総人口100万人に対し宦官,官が2万人もおり、この国の男性25人に1人は、完全虚勢していたことになる。統一王朝の場合でも、宦官,官は普通は多くても数千人ほどで、主に高級に配置された。しかし、秋夜には、爆発的に増え、約10万人に膨れ上がった。公明実録によると、1612年に政府が、 宦官の補欠3000人を募集したところ、応募者が2万人に達したため、急遽募集人数を4500人に増やしたという記録が残されている。庶民階級にとって宦官となることは、富と権力を得る手段であったものの、宦官の社会はヒエラルキーに基づく階級社会であり、その頂点に位置する国家を動かすほど大きな権力を持った宦官となるものは当然ごく一握りに。 過ぎず、大多数の宦官は、下の地位のままで一生を終えた。そのため、下級宦官は、日々の生活において、上級宦官の不満の吐け口となり、現在でいうパワハラやいじめを受けることは、日常茶飯事であったとされる。そして、下級宦官は高齢になって激務に耐えられなくなったり、すると、使い物にならないとみなされ解雇された。そして、その多くは、 小記としての生活を強いられ、餓死することを余儀なくされた。このような境遇に陥らないためにはひたすら上の階級に出世するしかなく、下級官官は上級官官に対してこびへつらい、機嫌を伺うことに力を尽くした。そのため、官官の出世欲、権力欲はどんどんエスカレートしていった。その結果として、官官の影響で国政が乱れた例が多く、 春秋戦国時代の末の全土統一を果たした旗が、始皇帝死後わずか3年で滅亡するきっかけを作った、長皇は寒官,官であり、続く時代において、五冠、唐、民で弊害が最も顕著であったと言われている。寒官,官によって国政が乱れることは指摘されてきたが、歴代中国王朝はこれを廃止することはできなかった。中国における皇帝は、絶対的な存在であった反面、 自分の地位が散脱されることを常に恐れた。そのため皇帝は、外籍は、もちろんのこと、兄弟や皇太子、巫女を含めた自分の家族や、有能な家臣でさえも、完全に信用することができなかった。このように孤独な立場に置かれた皇帝から見れば、権力を維持するための存在として、虚勢されたため子孫を残すことができず、権力を世襲することができない官,官は、 必要不可欠な存在であった。古漢末の軍友の一人である曹操ですら、官岸の弊害は、官岸制度そのものに問題があるのではなく、皇帝が官岸に依存しすぎるから引き起こるのである、と発言している。また、宮廷内における、一般社会と違った特別な制度や行事、習慣、用語、禁忌礼儀作法、規則などを維持していく。 専門職として、肝官に依存する面が多かったことも、肝官制度の維持につながった。五漢では、豪族の力が、鼻だ強く、それに対抗するために皇帝が、手足として使った存在が肝官であった。そのために、五漢末は大いに乱れ、豪族炎症は、霊帝死後宮中にいる肝官の処刑を命じ、肝官の特徴から髭を生やしていなかったものまで、殺害され、 処刑された人数は、官,官も合わせて2000人にも達した。党においても、反鎮勢力に対抗するためと考えられる。秋代においては能力に関係なく、応答を継いだだけの皇帝権が極めて強く、このため、無能、怠惰な皇帝が存在した場合に官,官が表に出るようになったと考えられる。満州人王朝である清氏は、入り石前から宮廷事務や、 皇帝の身辺の世話は皇帝直属の八機の基人の中で火星を担当する防衛が管轄する内務府が担っており、入り石後は清も漢官,官を用いるようになったが漢官,官は内務府の管轄下に置かれて仕事は皇妃の世話に限定されるようになり漢官,官が国政に口を出す余地はほとんどなくなっていた。中国では 1911年の侵害革命により、清王朝は滅亡したが、最後の皇帝である戦闘帝溥儀は1912年の退位後も進出、勇退条件により、資金庁に居住し続け、不都市間もこの条件によって、新規採用者の募集を停止したのみであった。その後、1923年に溥儀は、家庭教師であった、イギリス人、レジナルド・ジョンストンなどの影響を受け、 宦官の腐敗への不満から宦官の多くを追放しようと試み、宦官を100人程度にまで減らした。しかし、不義の食事の準備ができなくなるなど逆に宮廷の運営が滞ってしまい、結局、1ヶ月足らずで宦官の追放を撤回することを余儀なくされた。その翌年、1924年の表玉賞のクーデターで戦闘廷と共に、 宦官,官も資近所から追放され、その歴史の幕を閉じることとなった。この時追放されたのは、宦官,官2000人と助官200人と伝えられる。著名な中国の宦官,官、編集例外的な存在としてのように実際は、宦官,官ではなかったが、宦官,官と偽って高級に入った例も存在する。朝鮮も中国に習い、自国の官僚機構に宦官,官制度を導入していた。 現存する朝鮮最古の歴史書、三国式の末期十、白木本儀には、白木の第四十二代、高徳王が王妃の昭和夫人が即位後二ヶ月で死去してからは、ご日を迎えず、高級の次女も近づけず、宦官,官に身の回りの世話をさせたとの記述があり、旧世紀にはすでに宦官,官制度があったことがわかる。高来や朝鮮王朝にも宦官,官制度が存在した。 医療技術が及ばず、陰形を切断すると死亡率が高まってしまうため、抗がん的質のみで肝がんとされた。また、自国の官僚として使用しただけではなく、自国民を肝がんにして、歴代の中国王朝に更新していたことでも知られる。元の潤亭、1320年から1370年、時代に高級に牽制を振るった木不花は、後来から更進された寒眼であり、 また1403年には、明の皇帝の聖書を報じ、楊枝官が、聖室理髪の者社35名を選抜して更新した、という記録が、朝鮮側の記録に残されている。高蘭の起想が長愛する艦官,官の戦王を、許したのが、起想の敗位と、武神政権成立の一因となった。朝鮮王朝においては、内誌府が置かれ、艦官,官が任用された。内誌府は、 高来から継承された植生で、高来では貴族の指定が内氏に任用されたが、朝鮮では宦官,官が任用された。この時から朝鮮では内氏が宦官,官の別称となり、現代韓国、北朝鮮にも至っている。朝鮮の宦官,官は1894年の交互改革で宦官,官制度は廃止された。現在の韓国、ソウル市小6にある公指導は、 かつて退職した宦官,官が住んでいたとされ、カシャドーと呼ばれていたという。シュメール以来、宦官,官は文明の重要な要素と見られていた。シュメール語には宦官,官を意味する言葉が八つもあった。アッシリア、アケムネスアサ、ペルシャ帝国といったシュメール文明を引き継ぐ、オリエント諸国でも宦官,官は用いられた。また、戦争捕虜になった敵兵の陰形を切断して、本国に連行し、 奴隷とする習慣があった。中国同様刑罰として虚勢されるものも多かった。役割としては、中国同様、官僚と高級に使えるものが多かった。また、官,官であるかないかにかかわらず、奴隷身分であっても、権力や財産をつかむことはあり得た。なお、古代エジプトで官,官が見られたというのは俗説である。発見されている行為の神官や、 役人のミイラの中には、正規の存在しないものもあるが、漢岸を用いた文書記録はなく、滑稽の壁画などを誤って解釈したと思われる。エジプトで漢岸が使用された記録が登場するのは、プトレマイオス朝になってからのことである。漢岸は、オリエントの影響を受けた古代、ギリシアやローマ帝国、及び、それを継いだ東ローマ帝国でも用いられた。オリエントや、 キリシア・ローマでも宦官は、宮廷内部の雑用係中心であったが、ローマ帝国後期以降に、皇帝権力が強まると高級官僚の世襲を防ぐために宦官を高級官僚に用いることが多くなった。キリスト教を決した東ローマ帝国では、官僚として重く用いられ、軍隊の司令官や、キリスト教東方正教会等卒者のコンスタンティノポリス総主教にまで宦官が多数。 任命された。例えば、ユスティニアヌス一世の時代に、対比が仕事戦争を指揮したナルセス、ホティオスと総主教諭を争ったイグナティオス、ユスティニアヌス二世が、最初の範囲となる一員となった、財務長官であるペルシアのステファノス、ニケフォロス二世フォカスの知性からバシレイオス二世の、知性初期に牽制を振るったバシレオスのソスなどは、宦官であった。ちなみに、 イグナティオスとバシレイオスのススはそれぞれ、ミカエル一世、ランガベイロマノス一世、レカペノスの息子であり、失脚した皇帝の子孫から皇帝を狙って反乱を起こす者が出ないように去勢された者がいたことを示している。中国のように宦官,官が皇帝の長愛を背景に実権を握った例は、多いが国家の正規の官職に宦官,官が多数任命された国家は、 東ローマ帝国だけであろう。このように東ローマ帝国は宦官を徴用したため、中国同様自主的に虚勢して宦官を志願したり、親が子供の出世のために子供を虚勢してしまう事例が出てきた。また、キリスト教の普及に伴って自ら欲望を立つ目的で虚勢する者も現れた。その流行は凄まじく、 民間での虚勢を禁止する直令が幾度も出されるほどであった。11世紀末 -12 世紀に入って、軍事貴族出身の小胸の総長が成立すると、11世紀まで、文官官僚として、軍事貴族と対立していた宦官,官の勢力は、弱まっていった。その後、12世紀末以降帝国が衰退していくにつれ、宦官,官の供給源となる属州が失われ、 帝国の財政力も低下していったため、要因をや、オスマン帝国のスルタン、アブデュルハミト2世に仕えた宦官の長。ハレムでの宦官一夫多妻制であったイスラーム諸国では、オリエントの伝統を受け継いで宦官が用いられた。特に、オスマン帝国では、宦官は高級を取り仕切り、影の実力者として振る舞い、政治の実権を握ることもしばしばあった。 イスラム諸国の特色としては、コーランに記載されている競技場の虚勢禁止規定を回避するため、イスラム教徒以外の男性を虚勢して、漢岸とするのが原則であり、外国人である黒人や白人の漢岸が多く採用されていた。彼らの多くは戦争で捕虜となるか、奴隷として売られてきて、漢岸にされたものである。ガージャールアサの創始者。 アーガー・モハンマド・シャーも幼年期に捕虜として虚勢されていたが、後に脱走を果たして勢力の再結成に成功し、宦官として王朝を開いた一つの例である。当然ながら彼に子供はおらず、死後は老いであるファトフ・アリー・シャーが定位を継いだ。イスラム諸国の宦官の虚勢の方法は、男性器すべてを除去する完全虚勢と陰形のみ、または両方の睾丸のみを切除する。 不完全虚勢の2種類があり、虚勢奴隷として売られる場合は、前者の方が、高価で取引された。なお、イスラーム世界においてもしばしば断食が行われており、宦官が君主ら主人の断食相手を務める場合も少なくなかった。アフリカでは宦官兵士の例がある。例えば、モシ族では古くは陰形のみを切り取った宦官兵からなる軍隊を持っていた。 日本では虚勢者がいなかったわけではないが、制度として確立した観覧制度は記録に残る限りでは存在しなかったとされる。弥生時代から古墳時代にかけて一時的に観覧制度が存在し、古墳時代末期に廃止された可能性も指摘されているが、現在のところ確かな証拠はなく仮説の意気を出ていない。中世には刑罰や 宗教的動機で虚勢された例は多いものの、制度としての宦官制度というものは全く見られない。江戸時代の古川流に、奥家老羅らしたのを鼻にかけというものがある。また、かかしかな女中預かるら節人という古川流も残っている。ら節とは、漢字で、ら節と書き、陰形切断の俗語であることから、大奥詰めの役人が女官たちを取り仕切る宦官に、 近い存在になり得たことはわかる。ただし、これは個人的な忠義を例えた文学上の表現であって、制度としての宦官制度ではなく、虚勢を行った事実もない。カストラートという近代以前のヨーロッパに普及した、虚勢された男性歌手が存在する。詳細は世界の宦官一覧を参照。ありがとうございます。